9月23日、国小学校の体育館でファミリーコンサートが開かれました。これは国小学校区地域協議会が企画したイベントです。協議会は地域の課題解決や交流促進を目的に2018年の11月に発足しました。発足以降は地域住民が楽しめる催しを計画していましたが、2020年に新型コロナが流行し始め、なかなか実行することができませんでした。このコンサートも地域に住む皆さんに笑顔になってもらいたいと3年前に企画を立てました。しかし新型コロナの影響で翌年、また翌年と延期を重ねてきました。やっとの思いで開催されたこのコンサートには、国小学校区以外からも多くの人が訪れました。出演したのは、スターダストトリオの皆さんです。スターダストトリオは、岡崎市で活動する岡崎グランドポップスオーケストラのメンバーで構成されています。主にバイオリン、キーボード、コントラバスの3人組で活動していますが、この日はボーカルも加わりました。皆さんは子供から大人まで楽しめる曲を中心に10曲披露しました。コンサートの途中、ゲストとしてステージに上がったのは、国小学校校長の中川優子先生と、小牧西中学校教頭の西尾雅先生です。音楽の先生として交流のある2人が、ピアノの連弾を披露しました。来場者は素敵なひとときを過ごせたようです。覗いてみると皆さん真剣な顔をして楽しそうに聞いて見えるんで、まあ良かったなというふうに心から思っています。やはり今日やって良かったなっていう感じをとりあえず本当に心から思いましたので、嬉しいです。はい。